ジェラード・キッチェン・オニールはアメリカ合衆国の物理学者であり宇宙開発に関する先駆者である。ブルックリンクに生まれ1950年にスワースモア大学を卒業し1954年にコーネル大学で物理学の博士号を取得した。1954年プリンストン大学に職を得て亡くなるまで同大学に留まった。オニールの初期の研究は 高エネルギー素粒子物理学に関するもので、パーティクルストレージリングを発明した。1969年、プリンストン大学で1年生向けの物理学の講義をしていたとき、オニールは学生に次のような質問を投げかけた。惑星表面は技術文明を拡張していくのに適した場所だろうか。この質問の答えが、いいえとなる正当な理由が存在する。また、オニールは、 オニールのシリンダーと呼ばれるスペースコロニーのアイデアを研究、提案した。スチュワート・ブランドのポイントファンデーションにより、1974年5月、宇宙移民に関する小規模の会議が開催された。他の参加者として、当時 MIT に入学したばかりのケーリック・ドレクスラーがいた。オニールが学生と共同で執筆した重要な論文。 The Colonization of Space は1974年9月の Physics Today 誌に掲載された。1975年5月には宇宙での工業生産に関するやや大きな会議が開催された。アポロ時代以降の宇宙活動に関わることとなる多くの人々が参加していた。1975年9月、オニールのスペースコロニーのアイデアを 大衆側からサポートするために、エルゴ協会が結成された。1977年、オニールはプリンストン大学に宇宙研究所を創設した。同研究所は宇宙開発や宇宙資源に関する研究を行っており、現在も活動している。オニールは宇宙での推進方法として、マスドライバーの研究もしている。また、宇宙ステーション、宇宙移民、 太陽光発電衛星、月及び小惑星での採掘なども研究した。彼の著書座、ハイフロンティア、ヒューマンコロニーズ・イン・スペースは宇宙開発信奉者を生み出すきっかけとなった。オニールは1988年、プリンストンにオニール・コミュニケーションズを創設した。この企業は無線コンピュータネットワークの先駆的企業であり、ローンシステムを製造販売した。 オニールのアイデアのサポーターの一人、リック・タムリンソンは、オニールの宇宙研究所で働いていた。タムリンソンは1988年、宇宙フロンティア財団の共同創設者の一人となった。設立当初、財団は、オニールのアイデアに基づく、大規模なスペースコロニーを支持していた。オニールは、白血病を患い、7年間の闘病の末に、亡くなった。 彼の遺界の一部は1997年4月21日、宇宙埋葬された。ありがとうございます。